政府専用機での避難民の移送を検討しています。ウクライナから逃れた避難民について、日本政府が来日を希望する避難民を政府専用機に乗せて入国させる方向で検討していることが分かりました。古川法務大臣が総理特使として来月1日にポーランドに出張することになっていて、その帰国の際、避難民を移送することを想定しています。